三池崇史が監督を務め、愛の不時儀などで知られるスタジオドラゴンが制作。そして韓国では、国民的年下彼氏とも言われるチョン・エ・インが主演を務めるドラマ、コネクトの配信がスタートした。三池監督の手掛ける日韓合作ということで話題の本作だが、よくおごってくれる綺麗なお姉さんで韓国のお姉さんたちを虜にするなど、出演作に恋愛ドラマが多いチョン・エ・インが初めて挑んだ SF スリラーとしても注目だ。今回は、このチョン・ヘインの魅力を探ってみたい。バル、片目を連続殺人鬼に奪われた不死身の男の孤軍奮闘ストーリー、コネクトは、不死身の新人類、ゾンス、チョン・ヘイン、が臓器密売組織に片目を奪われ、それが韓国を震撼させている連続殺人鬼に移植されたことを知り、目玉を取り返すために犯人を追う、ディズニープラス、スター。オリジナルのバイオレンススリラー、監督は、映画、クローズゼロ、や、妖怪大戦争などの三池崇史。全6話一挙独占配信中。以下、ネタバレを含みます。ゾンスが夜道を歩いていると、突然、臓器売買集団に拉致されてしまう。闇医者が彼を解体するが、少し目を離した暇に傷口は自然に塞がれ、ゾンスは起き上がる。そして取り出された目を自身の体に戻すが、右目を戻す前に異変に気づいた敵に追われて、片目のまま逃げることになってしまった。ゾンスは実は不死身で、子供の頃から、化け物、怪物、と呼ばれ、避けられてきた。自作の歌を動画サイトに上げて世間とコミュニケーションを取るのが楽しみな孤独な人物だ。バル、彼は、右目をなくして以来、ないはずの右目に激痛が走ることがあり、すると、どこかにあるその右目が見ている光景が見えるようになる。彼の目を移植されたのは、現在韓国中を震撼させている連続殺人鬼だった。そして、ゾンスはその犯人から自分の目を取り返すべく、彼を追っていく。チョン・ヘイン初の SF 作品。チョン・ヘインは、この、ゾンス、という人物について、まず思い浮かんだのが、寂しさと孤独、だった、という。また、ゾンスは、善良な心を持つ人です。そして、ヒーローではなく、ヒーローになりたい人物だと思いました。事故と事件を阻止しようとする一人の男の孤軍奮闘です。とキャラクターを説明。このような善良な人物が自分の能力をきちんと知り、それをより正しいところに使わなければならないと考えたとき、どのように動くべきか、どんな考えをしなければならないのか、を常に悩みました。と役作りの背景も語っていた。